はいの、パラプンテージェルサッカーチャンネルのつっつんです。とね、今回は王者ビッツェル神戸補強成功、宮城大成獲得、そして、えー、ゼルビア東京ベルディも補強に成功、まあ小学組ですね、もえー、活発に動いておりまして、えー、その他遺跡情報もやっていきますんで、最後よろしくお願いいたしますと、えー、いうところで、まずこちらでございますね。そう、宮城大成がビッツェル神戸遺跡と、 いうとこでまあ、左出しているのが、えー、と今シーズンの予想フォーメーションプラス、まあ、選手の配置にはなってきます。で、名前の横に赤いマークがある選手はま移、あ、籍とか復帰ですね、桜井選手もそうですけどね、えー、決定、そして黄色いマークがある選手は移籍とかまあ、インアウトですね、の何らかしらの噂がある人というとこで、あとファンマターがそう先ほど、ちょうど先ほどねこの表を作った後にファンマターの対談が発表されたんで、ちょっとこのあと消しておきますけどもね。っていうメンバーには、えー なっておりますいや本当に、ね、ピンポイント補強が、えー、ビィッセル神戸、ついておりますね。まあ、そもそも、ね、優勝、今一番 J リーグで強いクラブにはなりますんで、まずは、まあ、既存のメンバー、どんだけ、えー、残すことができるかどうかというところで、まあ、既存のメンバー、ほとんど残りましたんで、まあえー、主力級の遺跡、流出というのは今のところなくて、でまあ、その上既存のメンバー残した上で補強に成功しておりますんで、これは単純な入れ替えじゃなくて、まあえー、戦術とか戦力は、戦力のまま純粋 なアップですよね、これだから例えばね大阪を抜けて、えー、武藤を抜けて、宮城とかだったら、うん、まあちょっと違うというか、まあ戦力的には下がってるような中間にしますが、ただこれ、前線のメンバー、みんな残した上でね宮城を獲得しておりますんで、まあ 少なくともこう3トップのところ、迫力が増す、えー、というところでしょうで、一応大阪の控えっていう考えもできますし、まあ、実際そこが一番可能性高いんですけれども、左のウィングですね、ウィング、ここがだからね、ゆるき選手、前半絶好調、後半ちょっと失速みたいな、若干こう波のあるシーズンにゆるき選手もね、なってしまったんで、まあね、ゆるき選手に代わって、宮代大成が左サイドじゃない、左ウィングか、左のウィングを、えー、務める可能性もありますし、まあえー、もしくは荒井瑞希とかどうなるんですかね、今のところ、ね ね、多分横浜 fc からレンタルですよね。新井選手もねえー、ドラゴというとこで。まあうんワントップの控えもできるし、でえー、ゆるき選手のとか使うこともできるというとこ。なんでまあ、マルチにできるという考え。まあ、433水プなんでフロンタルと一緒ですよね。で まあ戦い方は違いますけどもね、ただ、宮代選手がフロンターレ時代とかで経験したポジションはえいくらでもあるというところなので、まあ、非常にいい補強になってますし、まあ、宮代選手もすんなり、ね、入るんじゃないかというところでしょうね。で、まあ、ただね、フロンターレ、本当、ショッキングな遺跡、まあ、ちょっともう一本、今日、ね、移籍動画、もう一本撮っています、そっちで話はしたんですけども、まあ、山根選手、上り選手の。 まあフロンターレのね黄金時代を最多2枚がね移籍というところで,で、これ宮代選手も対談なんで3枚ですよね。ちょっとこれ、来季フロンターレどうなのか、まあ今年はちょっとね天皇杯こそ取りましたが、ただまあリーグ戦はなかなかうまくいかず、しかしまあシーズン終盤はね何とかえ盛り返してたフロンターレになりますんで、ねまあこうリーグ戦とかね天皇杯とか考えた時にはこう悪いシーズンの終わり方ではなくて、まあちょっと本当ね夏場ぐらいまで苦しみましたけどね。ただまあん最後の方はなんとか持ち 直してね、シーズンを終えたんで、いやこれね、ねフロントアレ、このシーズンの、ね、終盤の、えー、勝ち方だったら、えー、これ、来季、頭からねやるんじゃないかっていう感じも。 ししりましたけれどもやっぱり、ね、両サイドバックの移籍で宮代選手の移籍、今なんだかんで、ね、宮代選手の今年8点取ってますんでね,、えー、ねそれが移籍となると結構痛い、まあ、サポーターの気持ちとしては、ね、一番、ね、この数年間で、えー、がっくりくる、ねえー、日になったんじゃないかというところでございましょうただ、ね、フロンターレからこの宮代選手獲得したビッセル神戸にとっては、ねまあ、いい補強だというところでしょう、まあ、サイドバックの補強も成功しておりますんであとは入出口、桑崎、岩波この辺の3枚がね噂出ております んで、そこがどなたというところでしょうかね。はい、で、こちら。 オナガ選手が東京ベルディというところで、まあえー、昨年の夏にはバスケスバイロンがね、えー、ベルディからゼルビアみたいな席がありましたが今度逆ですね、ゼルビアから、えー、ベルディというところで、まあ、これだからオナガ選手に関しても J2 でやることない男の一人というところで、まあ、ビファレ長崎時代は僕も、ね、好きで見てた選手というところで本当に、ね、応援した選手ですね、この選手は一人でこうウィングバックのところ、えー、駆け上がって、ね、活躍みたいなところがあって、まあ、僕、地元が長崎なんでオナガ選手 選手の活躍っていうのは本当に未だに覚えてはいますけども。ただ本当 j2。ではもうねどこのクラブ行ってもやれるみたいなところなんで。まあもう j2 では十分やれる。どこ行っても活躍できるっていうのを証明したんで、も、ま、う、あ、後だからもう j2 でやることがない。まあ。あと j1 でどんだけね。やることができるかどうかっちゅう。っう えー選手一1人ですよね、だからまあ、テ、えー、ルビアがね、J1 上がったんで、あもうオナガはそろそろね、もう J1 の主力級として、戦ってね、年間1年間 J1 で、戦って、日本代表とか海外とか、でね、見てみたいなと思っていたらね、同じね、昇格してきたベルディへ移というところにで、ちょっと意外っちゃ意外なね、動きですよね。でまあ これだからベルディは中原選手以外の主力残留には成功した上で、まあ、えー、戦力アップ、小長選手とかね、河村選手、えー、袴田選手、長井選手、三木選手等々を獲得しておりますんでね、本当ね、純粋な戦力アップですよね。これだから過去にはね、まあ、ジビル、ヨタが、ね、ルキアン選手、えー、抜かれたみたいに、J1 上がってきたんだけれども、主力が抜かれるみたいなクラブもたまにあるんですよね。ただ、えー、ベルディは本当、染野選手とかね、えー、主力級残した上で、三木選手とか、まあ、えー、J2 で結果残したメンバー取ってるで最初でも敗選手を残留することできたんで、これね、ベルデにとってもいい往復を過ごしているんじゃないかというところでございましょうね。 次、ゼルビアですね、そのゼルビアですけど、林選手がゼルビア席籍というところで、その小長選手が引き抜かれた後にしっかりこう林選手、まあ横浜 FC ですよね、で、多分林選手の移籍ってトスユースが若干絡んでるのかなと、まあ、明さんですねコーチ、ミョンヒさんがですけども、トスユースの監督と、まあ、トスで監督をやっておるというところで、多分そのつながりかな、林選手もトスのユース出身なんですよね、この選手もね。まあ、だからトスユースの時に一緒だった選手が、 かなというところで、まあ、そういうことでね関係性が全くないわけではないというところで、小野、まあ、長選手、抜かれたとしっかり林選手の獲得に成功しております、まあ、今年プロ1年目、横浜 FC でございましたが、まあ、左ウィングバックとして、ね、初ゴール、プロ初ゴールも決めておりますし、まあ、運動量豊富で賢い選手のイメージがあります、まあ多分ねゼルビアではサイドバックとして使うことがね、うん、想定されますけどもいや、いい選手の補強ですよね、でゴールキーパー、山口選手も獲得しておりますんで、もちろん もちろんね、これ、ナサンオ選手とか、ショウジ選手とか、まあね、J1 とか海外でやってた選手いますけれども、ただやっぱりこうね、たい最近のね、これ、昭和クラブ、まあ J2 から、J1 に上がったクラブって、結構 J2 から引き抜いて、まあ J2 オールスターズで J1 戦うみたいなところが、 ありますけれども、ゼルビアもね、どっちかちょっとそっち路線に切り替えたんでしょうかね。で、ね、オナエウ選手とかね、えー、あとなんだ、オナエウ選手とか、ムロ選手とかね、えー、名前が上がっておりましたけれどこの辺も続報がないんでね、一応ね、名前の声黄色マークある選手は移籍のね、噂とか、まあ、えー、インアウトですね、進化にもしくは対談の差がある選手で、赤いマークはニュー選手には。 なってくるんですけどもね。ただもおなよとか村とかも続行がないんで、どっかのタイミングでも名前を外してもいいのかな、ちゅうぐらいね、噂が出ないんで、これどこのタイミングで外すかっていうね、なんか僕の中でもあってね、うーん、まあ一応噂が出ていますんで、名前残しておきますけども、ちょっとこういう選手、まあ海外でね、プレイする選手よりも、現実的にね、これ J2 の修復を引き抜くとか、そっちに来たのかな、ちゅうのはあります。まあ、菊池選手とかもセル神戸でなんかや,や,りやりそうな感じもしますしね。で えー、あとはだからまあ何名か移、ね、籍の多さ、まあ、谷選手もそうですけどね、まあえー、柴戸海選手もそうですけど、まあ、こういう J1 で、ね、なかなか出番をしった選手もいます、まあ、経験則がある選手と獲得にもこれは、えー、動いております、ただもう海外から日本人引っ張ってくるみたいなところはゼロではないかもしれませんけども、もただ、まあ、うんこう秋口ぐらい言われていた,たような大型補強ではないのかと、まあえー、現実路線に切り替えたのかはありますけども、あと藤尾選手が、ね、完全席とか、まあ、レンタルとか 噂ありますよね完全席でね、えー、新加入として来るんじゃないかとか、まあ、一応レンタルで昨年やっていますけども、完全席への切り替えもあるんじゃないかとか、荒木選手、どうなのかとかね、ありますけども、いや、本当ね、噂ある選手でも柴戸藤尾谷、この辺ですよね、まあえー、柴田選手は裏からで、藤尾選手がね完全席とか、えー、谷が来ればね、ねゴールキーパーのとこだけで谷と、ねえー、谷山口コンビ、これは十分ね、J1 屈指のものがありますんで、まあ、なかなか面白い。でさっき言った海外組ですよね、多分まだまだ動くとは、えー 思いますます移籍市場が開いてる間はねそのあそれこそ村屋選手とかね、えー、尾内選手とかその他の選手の動く感じがしますけどもさあ、えー、どういう動きに出るべきなのかというところでしょうまあ、でも本当ねいい動きしてますよね。はい でこちらそう、えー、レイソル、ですねアカデミー出身白井選手、学頭というところで僕が好きな選手ですね、この選手ね、まあ、こう身体能力が高いとかねそういう選手じゃないですね、こう強靭な屈強なフィジカルがあるとかねものすごいスピードがあるとかいう選手ではないんですけどねただね、本当に賢いです、この選手はねもう J2 では毎年40試合近く出てる選手で本当ねこの手の選手はいつ J1 でやるんだろうと思っていたらねもう次、日が流れてね、まあ、あと4年ぐらい早く J1 で、えー 見たかったかという選手ですよね。まあ、僕はね、ガンボーサがポテス監督がね、就任した時点で。多分、アンカーに白井選手とか、ね、まあ、インサドハーフで白井選手を取るんじゃないかっていうね、様相があったんですけどね。多分、それぐらい、やっぱ、ね、ポテス監督の信頼も高かった選手じゃ。ええー、何かという選手ですよね。まあ、そういうことで、まあ、白井さんが、白井さんじゃ白井選手が、えー。白井選手がですけど、どんだけ、えー、やることができるかどうか。まあ、ね、面白いですね。レイソルのこの補強はね、なんかアカデミー出身らしい。 もう相当前ですけどアカデミー出身の選手というところでまあ足元うまくてビルドアップ能力も高い選手なんで本当賢くてね足元がうまい選手まあこの足元がうまい系でいうとなかなかねレイソルはえまあ高めの選手がいますけれどもねまあえボランチのまあ専任でいうといなかったというところでまあそういう意味で白石選手の価格は相当大きいでしょうしまあシア選手がねグランパスのに移籍をしておりますんでいや本当ねこれはいい補強ですしまあ20代後半で初の J1 なんで今後、なんか増えてきそうですよね。 代前半でね遺跡とか、まあ、20代後半の遺跡もだいぶ増えてきました初の J1 という選手は増えてきたんで、まあ、これレイソルかしたらいい補強に成功したんじゃないか。まあ なんだかんだやっぱこうチームを一番片たせい気持ちが強いのはユース出身の選手とは、えー、僕は思います。まあこれもちろんね他のね選手もえ勝ちたい気持ちあるよというところかもしれませんが、ただまあそんな中でやっぱユース出身のね選手とはそのクラブへの愛着が強いんで、まあえーレースを久しぶりの復帰ですけれどもね、どんだけこうチームを勝たという気持ちがね出るかどうかというところをちょっと期待というところでしょうかね。はい。トルコのガジューです。以上、パラムテジ、ルュサッカーチャンネルのつつんですでございます。その